床も壁もコンクリートの打ちっぱなしの殺風景な部屋だった。テーブルが一つだけ窓がついている。長い間閉め切られていたようなこもった匂いがした。埃っぽいっていうことかな。けれどゴミや埃はない。清潔ではないが不潔でもない。その火事があったであろう見た目的なものはあるけど廃墟感はないっていうことか。ガランとした室内にはダイニングテーブル、向かい合わせで椅子がセット。絶対アリス片方だよねこれ。テーブルには白いクロスがかけられ、キャンドルが灯されている。それだけ。電気はついていない。ろうそくのまキャンドルだけど、明かりってそんなに明るくないよね。片方の席にだけスプーンとフォーク。どちらも飾り気がなく、シンプルというよりは素っ気ない。よく見たら顔が、あ、石かこれ。蛇っぽいからメデューサとかけて、なんか歯、なんて言うんだろう、明るい肌の色じゃないよね。かといって死んでるような青ざめた色でもないし、石っぽいんだよな。男がレストランでウェイターさんをやるかのように椅子を引いて私を招いた。ずいぶん細い人。そうだね。肩幅も狭いし、顔も縦長。男性ではありそう。どうぞ。男は笑ったまま同じ言葉を繰り返した。さっきからずっと笑っている。まるでお面のようにその表情はピクリとも動かない。同じ笑顔なのにチェシャ猫とは違う。私は今こっちの方が怖いな。どうぞ。わかった。ごめん。3回も言われちゃ座るしかないね。物腰は柔らかいけれど、その声には拒否を許さないような響き。味方じゃないのかな。男は優雅な仕草で私を席に着かせる。部屋を出て行った。ああ、そうだよね。この人が料理ごと用意してくれるのかって。待って、今更だけどこれ、料理って、絶対普通の料理じゃないよな。手とか足とか、流れ的に足とか来るんじゃないかな。なんとなく席を立つことがためらわれて、私は仕方がなくそのまま男を待った。すぐに戻ってきた。右手に蓋付きのシチュー鍋、ああよかった。左手に布巾のかけられたカゴ。脇から差し出されるようにして前に並べられる。あなたは誰？答えないか。向かいの席。私たちはまっすぐに見つめ合った。目と目が合うだけど、大丈夫。私石にならないかこれ。笑顔じゃない。薄い唇の端がわずかに持ち上げられているから笑っているように見えるだけ。細く冷たい目は笑っていない。どことなく爬虫類を思わせる。そうだね。どことなくというか、だいぶ赤く見えてる舌が、8割型爬虫類に見えるけど、ヘビだよね。シ
チューはいかがですか？パンもどうぞ。ありがとうございます。シチューは普通に好きです。白うさぎを探している。ここにいなかった？シチューはいかがですか？パンもどうぞ。村人へイベントを課さないと、こう同じセリフしか、ようこそ〇〇村へしか言わないタイプの。黒いと思っていた髪がキャンドルの明かりに照らされて、ぬらぬらと緑に光る。いらないわねえ。シチューはいかがですか？パンもどうぞ。絶対これテキストスキップされるタイプの文字。食べるしかなさそうだけど、別に食べる義理が、理由がないもんな。もう一度繰り返した。私は、いやーそうだよね。あー、食べる食べないではなく、この二択か。いや、シチューはね、あぶ、いや、待って、逆か？銀のスプーンって書いてあったっけ？これ、毒がスープに入ってる場合ってさ、確か、銀製の食器、フォークとかね、スプーンとかを入れると変色するんじゃなかったっけ？それで毒がその暗殺を仕掛けられてるかどうかわかるみたいなのが昔あったから、その銀製だか銅製だかのスプーンを用いられてたみたいなのなかったっけ？パンは内側にね、なんか仕込まれてたらわからないし、まあ純粋に今パンいっぱい食べてきたからそろそろ水っ気のあるものが食べたいね。シチュー。蓋を取ると湯気とともに美味しそうな匂いがふんわりと立ち上った。あ、美味しそう、ホワイトシチュー。だけどシチューにおなじみの人参やジャガイモの姿がない。肉だけ。やだー、ちょっと今肉っていう単語怖いな。最高に人肉の感じしかしない。人参はともかくとして、ジャガイモがないシチューはちょっとなんかがっかりな感じしちゃうな。その匂いになぜかクラクラとめまいがした。頭が重い。私は何かに引きずられるようにしてスプーンを取り上げた。やばい。肉をすくい上げ口に運ぶ。これなんか操られてないか。それはとろけるように柔らかく、そして甘かった。これ何の肉？お願い、松坂牛とか言って。白ウサギの肉。普通のウサギという意味なら、まあ全然だけど、私はと、ん？疲れたように白ウサギの食べ続ける。ウサギの肉なんて初めて食べたのに、不思議と懐かしい味。じゃあ過去に食べたことがあるのか。これ今なんで食べさせてるんだ。もしこの人がチェシャ猫と同様味方サイドであれば、これを食べることによって私がこの先の道に進めるっていう考え方ができるけど、カチャンと私はスープを、あ、スプーンか、を取り落とした。急激な眠気。いや、でもこれ、腕食べた時と同じだな。あれはめまいだったけど。男は黙って私の前からシチュー皿を遠ざけた。待って、まだ全然飲んでない。頭が重い。重くて顔を上げていられない。私はたまらず
その空いたスペースに突っ伏した。ああ、そういうことで食器を下げてくれたんだ。白ウサギはどこにいるの？チェシャ猫はどこへ行っちゃったの？本当にチェシャ猫には会いたい。私はどうして白ウサギを追いかけるの？私はどうなるの？眠りに落ちていった。うわぁ、え？私が見える。今の私じゃなくて、もっとずっと小さい頃、子供の頃か。小さい私は泣いていて、頬は赤く腫れている。これ虐待じゃないか。いや、違うのか。泣きじゃくる私の頭を誰かが撫でていた。誰？見えているはずなのに認識ができない。あの人は？思い出そうとして気づく。撫でられているのは私。いつの間にか私は小さな私と同化していた。私は泣きながら思い出せない誰かに向かってその短い腕を差し出す。その人は私を抱き上げると肩に担ぎ上げた。普通に考えればお母さんだけど、でも腫れてる？泣いて腫れただけなのか？頬を叩かれたとかの体罰的なのを受けてたのか。私は頭にしがみついてなおも泣きじゃくる。泣かなくてもいいんだよ。あれ、ごめん、ちょっと待って。泣かなくてもいいってこれ誰か言ってなかったっけ？歪みの国のチェシャ猫か。あれ、待って、いや、そうだ。食堂でさ、私が、そう、あれ、食堂だっけ？あれか、ハイキ君か。で、わけもわからないけど、涙が止まんなくなっちゃった時に、そうだよ、チェシャ猫が、泣かなくてもいいって、言わなかったっけ？そう、あなたはいつもそう言ってくれた。ごめんなさい。私はおえつの合間に謝り続ける。ごめんなさい。どんなに謝っても許してもらえない。もう取り返しがつかない。これは歪みの国のことなのか、現実でのことなのか。いやでも今流れからして現実か。現実世界で許してもらえないようなことをしちゃって歪みの国に逃げたのか。それでもあなたは慰めてくれる。謝らなくていいんだよ。壊れたテープのように謝り続ける私を根気よく。これ考えすぎかもしれないけど、背景に今揺れてる青いやつってさ、チェシャ猫のフードの色？なんとなくさ、なんかフードっぽくないか？その頭が入る隙間があるように見える。今ぐにゃぐにゃしていてちょっとわかりづらいけど、それが今なんとなく思い浮かんでるのか。もっと頭を撫でてほしいから泣き止んだりはしない。そんなの全部バレてるけど、あなたは私の嘘に付き合ってくれる。心配ないよと笑ってくれる。チェシャ猫が笑ってるのって。
悪いことは全部消してあげよう。チェシャ猫だってこれ。現実で、いや、多分やっぱ、嫌なことが、え？ごめん。思いついた。お父さんがさ、火事で亡くなったのって、アリスのせいじゃない？アリスが、火遊びかなんかして、家が燃えちゃって、お父さんが死んじゃって、で、大好きだけど、多分お母さんからは何か恨みの念もどうしても思われちゃって、で、歪みの国に逃げて、チェシャ猫は必死に自分をいいんだよって、君は悪くないんだってしてくれた。で、安心するけど、逃げてるだけ。自分の責任から逃げてしまっているだけなんだっていう罪悪感もあって、っていうことじゃないかな。謝っても許されないって、だって、多分だけど、謝ってももう、謝る対象の人がいないっていうことじゃないかな。目を開けると白いクロスが目に入った。そうか。眠っちゃったんだ。体に変化は、ないかな。目の前の席にあの細い男の姿はなかった。テーブルの上にはシチュー皿もパンカゴもない。これパン食べてたらどうなってたんだろう。気になるな。キャンドルの火は消えていて、部屋の中は暗くなっていた。たった一つある窓から街灯の光。どこからが夢だったんだろう。廃墟ビルにこのテーブルがあるのはおかしいから、あの蛇っぽい男の人がいたところまではまあ間違いなく夢ではないね。ん？その表紙に目をパチパチした表紙にほろりと涙が頬を伝え落ちて、私は自分が泣いていたことに初めて気づいた。夢を見て泣くなんて子供みたい。頭の重みは取れていた。どのくらい眠ってたか。夜が更けてないのであれば、翌日とかでなければ数時間か。ん？不意に耳が物音を捉えた。コツコツやめて。またあの人じゃないだろうな、包丁持ってる。ワンちゃん近くにいない、キャンキャンって言ってこないか、大丈夫。私は身を固くする。誰かが階段を上がってくる足音、足音ってことはチェシャ猫では絶対ないんだよな。誰？こんな廃ビルなのに。コツコツ。やだ、変な人とかだったらどうしよう。逆に変な人じゃなかったこと今まで一回もなかったけど、私は慌てて室内を見回した。隠れる？でも、テーブルの下ぐらいだけど。素早くドアに駆け寄った。押さえるのか。シリンダー錠。うん、賢い。カチリと予想以上に大きな音がしてヒヤリとした。バレたかな。足音が大きくなる。コツコツ。私はドアのそばで息を潜めた。ああ、ガチャガチャとノブが乱暴に。チェシャ猫でもないし、味方にも思えないな、これ。心臓が飛び出しそう。ドアの上半分ははめ込まれた四角いすりガラス。小さな隙間ができていた。じゃあ一応見えはするのか、若干。誰かが室内を覗いているのが気配で分かった。
室内は真っ暗なので気づかれることはないはず。ろうそくは消えてるんだ。いやー、怖すぎる。薄い金属のドアの向こうに誰かがいる。息遣いさえ聞こえてきそう。怖い。やがて足音は私のいる部屋の前から少し遠ざかった。再びガチャガチャノブをひねる。ああ、他の部屋も開くかどうか確かめてる。私はそーっとガラスの割れ目から外を伺った。やだー、勇気あるね。やだな、怖い怖い怖い。薄暗い蛍光灯の明かりで、なんとかその姿を確認することができた。ああ、びっくりした。普通の人間だけどびっくりした。あの人はホテル前の追いかけてきた男の人。私を追ってきた。知り合い、いや、知り合いじゃないよな。まさかでも。他の部屋のドアも開かなかった。よかった。ここだけ開かないだったら、絶対にここ強行突破してきただろうし。男は諦めたように廊下を戻ってきた。私は慌てて顔を引っ込める。やがて足音は次第に遠ざかっていった。よかった。窓から下の道路を見下ろすと、男が背中を丸めて去っていく。丸めて去っていく。がっかりしてるってことだろうけど、なんか、敵意ある人の様子にしてはちょっと変な気がするな。こうクソとか怒っててもいい気がするんだけど、どっちかっていうと残念だなっていう感じがするね。味方？私の知り合い？いやでも私は覚えてないんだよな、誰か。ん？あの人は一体誰？どうして私を？ほっと緩めたとき、と覚えのある匂い。焦げ臭い、待ってくれ。火を放ったか。まさか。嫌な予感がして私は部屋を飛び出した。ああ、燃えてる。ああ、ちーちーあーちー。燃えてるんだろうかじゃなくて、これ燃えてるんだわ。廊下に出ると火の海。嘘。さっきまで何ともなかったのに、ガソリン撒いたにしても早すぎるな。そうだよね、だって燃えるものなんてなかったのに。やばいなこれ。熱いってことは幻覚とかではないか。炎は廊下を半分ほど飲み込んでいる。上がってきた階段はすでに火の海。これ、いや窓、待って、これ何階だっけ。2階は違くて3階とかだっけ。他に出口。炎の中で何かが動いた。いやー、このタイミングで挟み撃ちか。顔を包帯で巻いた女が炎の中でじっと私を見据えている。あなたも逃げなきゃ。待って、これ今更だけど、あなたのせいってセリフからして、お母さんじゃないかこの人。私が殺したお母さんの念、ね、炎が女の髪を、服を焼いていく。包帯だけは焼かれることなく顔に巻きついている。耐熱性があるんですね。女はゆっくりと足を踏み出す。まずい。これ窓、3階行って飛び降りたら死ぬよな。炎の中で女の左手が私にゆっくりと招いた。熱とともに私に絡みついてきたのは憎悪の炎。嫌だ。私は身を翻して駆け出した。振り返らなくても炎と女が私を追ってきているのは分かった。助かるのかこれ。
いや、火は嫌い。そうだよね。突き当たりの左に狭い階段が見えた。上に緑色の四角いランプ、非常口か。非常階段。いや、降りるのは普通だけど、いや、ここまでなんか仕組まれてたんならさ、脱出を前提に降りた先に絶対誰か待ってるって罠とか、上がったら普通は逃げ場なくなっちゃって相手からしたらもう八方塞がりで勝利なんだけど、チェシャ猫が助けてくれるはず。下はもう直行、バッドエンド直行と見た。上はチェシャ猫が助けてくれる。行こう。Yeah.